栗浜工場信号所は、神奈川県横須賀市にある、京浜急行電鉄栗浜線の信号場。京浜急行電鉄栗浜工場及び付随する、留置線への出入場のため、堀の内規定 2.6km 地点に設置された。1990年2月に、栗浜工場留置線を活用して、栗浜検築が開設され、移行道検築への出入区にも利用される。 命名の由来となった栗浜工場が2001年に京急ファインテック栗浜事業所に改組され、京急栗浜工場の名前は消滅したが、東信号所の名称は変更されていない。営業線の東側に着発線一線があり、工場、留置線、検索が営業線を挟んだ両側にあるため、下り本線を南向きに走行する列車が上り、 本線に横断できる渡り線が着発線南側に設けられている。京急ファインテック、栗浜事業所、車両管理区への入り出場のほか、両施設への職員輸送列車の奇襲点となっており、京急ファインテック、栗浜事業所内には乗降用の短いプラットフォームがある。京急ファインテック一般公開時には利用者、輸送用の臨時列車が、 栗浜工場信号所京急栗浜間に運転されることがある。工場の概要、検索の概要電気車研究会、鉄道ピクトリアル1998年7月、臨時増刊号掲載、ありがとうございます。